この衆議院選挙は自民党選挙を終わらせる歴史的な選挙です。あなたと新しい政治を始めたい社民党はそれをやっていきます。頑固に平和、暮らしが一番、税金は暮らしに、社民党はそれを訴えていきます。防衛予算は8兆5000億円、これから10兆円さらに上がっています。うなぎ登りの青天井、それが軍事予算です。だから医療、介護、教育、福祉、それらの予算が圧迫をされています。介護保険、政府は訪問介護の報酬の減額をやりました。今4割の事業者が赤字なんです。今訪問事業所どん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 倒産をしていっています。ヘルパーさんが家に来てくれない、そんなことが起きています。私福島みずほ、父も母も義理の母もヘルパーさんたちにお世話になってきました。ダメですよこんなの。崖っぷちの介護保険、社民党は介護保険の立て直しをしっかりやっていきます。教育予算も圧迫されています。教育予算は軍事予算のなんと半分です。小中学校の給食の無償化、公立学校するのにさらに必要なお金は4200億円です。やれるじゃないですか。高校の授業料の完全の無償化もやろうじゃないですか。皆さん、消費税は3年間社民党はゼロにします。そして膨れ上がった内部留保600兆円に3年間課税をします。法人税は30年間に7回下がり続けています。消費税0から10%、まさに法人税が下がった分を埋め合わせています。皆さん、不公平税制を正していく、それを社民党はやっていきます。5年間で43兆円の防衛軍事予算、ありえないですよ。どうか皆さん、戦争ではなく、戦争の準備ではなく、まさに平和構築、平和外交、平和を作っていく、それをやりたいんです。皆さん、憲法を踏みにじり、法律すら守らない裏金議員の人たち、こんな人たちに憲法を変えさせてはなりません。だから国会に社民党が必要なんです。社民党はぶれません。憲法を守り生かすことで社民党はぶれません。社民党は生活が大事、これでぶれません。だから社民党なんです。社民党の議席をどうか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 増やしてください。